皆さんおはようございます。今日もスペースアウトダンス TV でエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はガールズヒップホップ初級中級の振り付け実践動画になっています。冒頭でご覧いただきましたパフォーマンスはパンキングの技術を中心に腕の技術を向上させるとともに脱初心者に必須となってくる自分のシルエットを作るそして見せるということを目的に作った振り付けです。この後メンバーのチェミが振り付けを移していきますのでぜひ皆様の練習にお役立ていただけたら嬉しいです。ガールズヒップホップということでカテゴライズしましたが男性女性問わずに自分のシルエットを見せるそして研究するという意味ではとてもいい題材になっている振り付けになっていると思います。始めたばかりという方でも練習しやすいように解説の途中でゆっくりとカウント動詞も行っていますのでぜひ練習にお役立てください。それでは早速スタートしていきましょう。いきます。5、6、7、レッツゴー。それでは振り付けの方をスタートしていきます。今回の曲はチェンジです。ジャンルはパンキングです。体のラインの使い方や手の伸ばし方など意識してみてください。今回は全部で12エイトあります。まずは1エイト目から4エイト目までを振り付け移していきます。まず初めの1エイトはポージングになります。左足を前に出して少し内側に寄せます、はい、さらに骨盤も右側に寄せて、体のラインをきれいに作り顔は下です。この状態で1エイト待ちます。1、2、3、4、5、6、7、8。そして2エイト目の4まで同じポーズで待っていてください。2エイト目です。1、2、3、4。はい、この後から腕の動きが入っていきます。腕の動きを説明してみます。まず肘を外側に向けて地面と平行になるように手を準備してください。ここからなるべく肘の位置を変えないように頭の後ろと前を行ったり来たりするような動きです。今回は1、2、3、4、5、前後ろと戻ってきます。その後に右手をくるっと外くるっと外順番に下げてきます。その後に手をパーにしながら内側に寄せてきます。はい、手の動きはこのような形でその間先ほどのポージングをとってやってみましょう。2エイト目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。最後の8だけ膝を曲げて少し雰囲気を出してください。顔も上げたりして、このようにラインが綺麗に見えるようにポーズを作ってみてください。次に3エイト目に移ります。ここは足の動きが4コーナーというパンキングで使われる足のステップを応用しています。腰を回す動きなんですが、これをまず左に2回カットインするような形で斜めに出します。1、2、3、4、反対です。5、6。次の7で体重を乗せます。ここは手の動きは特に決まっていません。雰囲気を出しながら上半身は自分なりに少しアレンジをしてみてください。そして7で体重を乗せるときに右手を後ろに置いておいて7で寄せてきます。ペパーシートという動きになります。7、8で手をプッシュします。小手の部分を斜めに押すような感じです。その時同時に顔を反対側に切るようにしてください。左の肩が上がって後ろに張っていると綺麗なラインに見えます。もう一度いきますと1、2、3、4、反対5、6、7。次に4エイト目に移ります。ここのポーズから左側に足を出しながらパンキングの胸と腕を張る動きです。1、2。先ほどのプッシュの手をそのまま張るような形になります。足は左足を左方向に出して1、2、戻します。次はステップになるのですが正面で一度説明をします。左、右、左と出します。横から見るとこの時に
腰を後ろに出して体を前に折るような動きになります。つま先をつくような感じです。はい、これを左足からスタートしながら左向き、正面向き、右向きと体重を乗せ替えていってください。さらに手が下、胸の前、下と動いていきます。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。はい、次にシックスでこのままの足で上に、斜め上に右手を張ります。そして手を引いてきてまた先ほどの平行の形に戻ってきます。この時はもう顔は後ろを向いています。そしてポーズに少し意識をしてみてほしいのですが、左足がついた時に体重を乗せた時に腰がこちら側、右側に引っ張られているとラインがきれいに見えます。最後に左の肩を開くように自分の右手で肩を押し出すように前を向いてください。その時に顔も一緒に正面です。もう一度今の48目をカウントでやってみます。プッシュが終わりました。左側にワン、ツー、左足からスリー、フォー、ファイブ、シックス、セ、ブン、エイト。はい、このようにブンで開いてください。それでは、ワンエイト目からフォーエイト目までをカウントでやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. それでは58目と68目の振り付けです。前の形がポージングで終わっています。この後左足のかかとをついたら前に体重を乗せていきます。これは、体のボディウェーブを利用しながら左足の片足にボディウェーブを乗せてくるようなイメージです。ポーズを取ったら1、2、この時に1、2で一度右側に体をひねります。ここから3で正面に体を向けます。この時に右手左手中指を遠くに引っ張るように胸を張ります。そして右足はポイントにして左足は膝を曲げると安定して半回転ができます。ここから先に手の動きを説明していきます。開いた後は左側に振ります。体に巻きつけるような感じです。そこから頭の上でくるっと細く回して反対側に巻きつけます。次にペパーシートを使って正面に戻ってきます。上で回すときは左から耳につけるようにすると細く回れます。さらに胸をしっかり張ってあげることで綺麗なライン作りができてきます。足ですが一緒に説明をしていくと、開いたら4でこのまま巻きつけます。5で足を閉じてこのような形です。膝は曲げていて胸を張っているので横から見るとこのように張っている状態になります。お尻を少し出してあげるような感じです。そこから左足を出して先ほどと反対の形になります。最後は左足を揃えながらペパーシートでここに戻ってきます。それではもう一度流れでやってみます。ポーズからボディウェーブ1、2で捨てる、3、4、5、6、7、8です。それでは6、8目に移ります。ペパーシートを終えたところから手を平行にし前後ろ前後ろ前、はい、動かします。肘はなるべく動かさないようにキープをしてください。ここから左手を外回し、右手を潜り込ませるように内回しと入ります。7、8、1、2、3、4です。この潜り込ませるときに左足のかかとをつきながら右足も一緒に内側から回すようにぐるんと回します。そして膝を
なるべくキープしながら内側に足を寄せてきます。ここから右左とステップをして向きを変えます。少し右側を向いてハスに構えるような感じになります。この時に手も一緒に少し内側で準備をして、上下、右手を上下、この下の時に少しテーブルを押さえるような形になります。左手はこのままキープをしたり腰に当てたり、それぞれ少し雰囲気を出して変えても構いません。最後に胸をロールします。胸のアイソレーションを使って左側から動かしていきます。これが体重が少し左に乗って形が少し変わっているので、これを利用しながら胸をアイソレーションして、このような形で、はい、正面にグイッと前に出てくるようなイメージの胸の動きになります。それでは5-8目と6-8目カウントでいきましょう。5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。それでは7-8目、8-8目の振り付けです。前のパートがこのようなポーズで終わっています。ここから両足で半歩後ろにジャンプをするような形になります。ワン、ツー、横から見ると一瞬体が斜めになるような形をとってください。ここから右足よりも少し後ろに合わせて、ポン、倒れてくるような斜め感を一度作ってください。その時に手をくるくるっと外回しをします。これも肘をなるべく支点にして動かないように意識をして回してください。くるくるトン、左足を一歩出した時に手を左側に巻きつけます。次に右足を横に出しながら右手を横戻す、左足を4コーナーで前に出しながら両手で壁を押さえるような形。もう一度ここを説明しますと、くるくる肘の後なるべく肘を支点に巻きつける、そして次も肘が先に行きこの肘を支点に伸ばす、次はそのまま押すような感じになります。ここはなるべくムチのようにピシッと切るような動きを心がけてください。くるくる切る、ピシッ戻す、ここは押す。足もなるべくスタッと地面を刺すようなイメージでポイントを刺してください。体はどちらかというと左側にツイストをしています。そして骨盤から戻すと早く戻ってこれます。次は4コーナーなので腰を右側斜めに押し出して戻ってきます。もう一度いくと1 2 3 4 5 6。ここから左足を戻ってきたらすぐに足を上げます。ジャズパッセというところでつま先が膝のところに当たるように一度上げます。前に一歩出します。そしてもう一歩出すときに横向きです。このタイミングで右左上にまたムチをパンパンと当てるように刺してください。パンパン戻す、押し出して戻ってきたら開いて前、パンパン戻す。次に8-8目です。叩いた後に戻ってきたところが1です。この後は4コーナー4コーナー、足のステップです。合わせて斜め斜めです。そして次は手を後ろから回してきて胸の前開く、前から上げる、これに合わせて胸を小さくダウンアップダウンアップと入れるような感じです。最後のアップはブオーンと伸びていくようにしてください。素早く長く、この時に斜めが終わった後戻ってきた4コーナーから戻ってきた瞬間に足を一歩上げて前に踏み出します。ここからズダ、そしてブワーンの時に右足を寄せてきて、このように縦長に、そして縮みが伸びるようにポーズをとってください。7-8です。1 2 3 4 5 6 7 8。
えい、長く取ります。それでは7、8目、8、8目をカウントでいきましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。それでは9/8目、10/8目の振り付けです。前の動きがこのように伸びたところで終わっています。最初のワンはこの伸びをキープしてください。次にツーで下にストンと落としてポーズを取ります。左の膝に右手を添えるような形でバランスを取ってください。ツーで落ちたらスリーで顔を上げます。この後です、起き上がりながら手を上に回すように持っていきます。その後に左手が前、ボン、ドン、このように肘の位置をなるべくキープして、シャカシャカシャカと顔の前と後ろを行き来するような動きをとってください。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、セブン、エイト。一回ここで外側に回してトンと戻ってきてください。肘の位置は自分の脇の近くに置いてあるような感じです。この手の動きをしながら、フォーメーションで移動しています。今はその場で地回りをして説明をしたいと思います。落ちました、顔を上に上げました、フォーで体重を寄せます。右足から5、6、7、8、左をついた時にポーズを左の腰に乗せて、このようにラインがきれいに曲線になるようにイメージをしてください。手はお皿とか何かこう杯を持ってるような形を作ってください。次に10/8目です。このポーズを取ったまま体をぐーっと右側に回転をさせていきます。4分の1回転ぐらいでしょうか。このように右側まで向いたら体重右側に乗せながら足をすっぽ抜きます。左足をトンと後ろに張るように、胸も少し張ってあげると可愛い形になるので、この形を作ってください。手は先ほどの形をポンとクロスするように投げます。はい、ここです。ここから左足を一歩前に出します。かなり骨盤を押し出しています。右足からぐーっと押されるような形です。ここですが、なるべくパラレルになっているようにしてください。足の方向の向きを変えずに、このまま腰がぐーっと出るように目立つように出してください。そこで手をぐーっと回して後ろです。この回し方は右手が前、左手が後ろ、このように反対回し、そしてここで上で揃うような感じです。この瞬間にしっかりと胸を張ってあげること、そして骨盤を出しているのでお尻も出せるので、また胸とお尻がぐーっと反対に引っ張られるような形を作ってください。このように張ったら最後後ろでくるっと右だけを回します。くるんと回してパン、またムチを巻きつけるように前に投げます。くる、パン。この時左手は押さえたりして少し雰囲気を作るようにしてください。向きを変えながらワン、ツー、スリー、すっぽ抜く、押し出して後ろ、前。9/8目、10/8目、カウントでいってみましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。それでは11/8目、12/8目の振り付けです。前のパートがこのように終わっています。この後、エアーポーズという動きがあるんですが、これをもう少し今回の作品に合わせて雰囲気を綺麗な体のラインや腕の使い方に変えながらポーズをとっていきたいと思います。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。好きなポーズで4回リズムをとってください。12/8目はここからシェネを回ります。
体重を乗せ終わったところから今は左側に回るようにします。足の運びは左右左、細く左と右足を閉じて左足でまた着地をするという動きになります。ここは手をなるべくクロスだったり胸の近くで小さくするようにしてください。エアーポーズが終わりました。セブン、エイ、ワン、エン、ツー。着地の時に上に両手をムチのようにポンと当ててください。次です。最後は手を打ち回し。だんだん上に上がって、右手、左手が後ろに行きます。そして戻ってきます。そうすると今度は前回しに変わってきます。内回しトントン前回しという動きになります。とても速いのでたくさんは回せないと思いますが2回ずつぐらいは回せるように頑張ってみてください。背寝の後ポーズを取ったら反対側の下からこのように体を半円を描くように動かします。そのタイミングで先ほどの内回し後ろ後ろ前から前回しと、はい、移っていきます。最後は回り終わったら反対側にポーズを取ります。くる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 ポーズ。ここで上に行った時に一番背伸びをするように胸を張ってあげるとここに空間ができるのでやりやすいと思います。そして戻ってきたら少し胸も丸めながらして最後はしっかりと胸を張ってお尻を反対側に出して顔もこちら側ですポーズをしてラインを作ってください。ここのパートはエアーポーズも自由ですしシェネも今回はフォーメーションでシンメトリーも入っています。左右対称に動いているパートもあるのでこれはぜひ反対も練習をしてみてください。では11エイト目12エイト目をカウントでやってみましょう。5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。今回のチェンジの振り付け以上になります。あまり多くのステップがあるわけではなく腕の動きをたくさん見せる動きになっています。ですのでいかに自分のボディを細く見せて腕が目立つように動かせるかこの辺を頑張って練習をしてみてください。また音楽でやるととても速いので速い動きに対応するためにも視点を意識してください。肘を視点にして動かしたり無駄な動きをなくすことで速く動けたり骨盤を切っていったり、はい、どこを軸にして動いているのかを意識しながら練習をしてみてください。ありがとうございました。皆様いかがだったでしょうか。器用な腕だとはいえ少し曲が速いのでなかなか難しいと感じる部分があったんじゃないかなと思います。一つずつの動きは基礎からあまり大きく離れないように難しく作っていないつもりですが少し難しいと感じる部分は慣れが必要になってくるかもしれません。今回の振り付けは私がアドバンスクラスに対して一歩上のシルエットを見せてほしいという意図を持って作った作品になっています。初級レベルでも十分に対応できる振り付けの難易度としていますが深めていくとその面白さとか個性を混ぜられる部分というのがたくさん出てきますのでやり込み要素は満載になっていると思います。私自身はガールズヒップホップイコール女性の踊りという捉え方はあまりしていなくて五体を美しく見せたり特定の部位を強調して見せたりすることによってシルエットの美しさを楽しめるジャンルの一つだと思っていますのでガールズヒップホップの振り付けを作るのはとても大好きです。このチェンジという振り付けで皆様にマスターしていただきたいことは一つシルエットをきちんと見せられるようになること、二つパンキングの技術を通してシルエットをキープした状態で腕の技術をコントロールすること、三つリズムに抑揚を持たせることです。少し深めていかないとここはうまく見せられないぞというポイントをいくつか作っています。そういうところなどは個性も織り交ぜられるようになっていますのでぜひ自分の中で研究して自分なりのアレンジしてみてください。以前舞台で披露した時には年齢問わずにご好評いただいた作品となっていますのでぜひ皆さんも練習に利用すると楽しめるんじゃないかなと思います。
スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しだけハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。ダンスレクチャー動画、そして体作り、そして体のケアなど、いろんな角度からダンスが楽しめるようなコーナーをいっぱい作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、そして毎日更新もしていますので、ベルマークの方もポチッと押していただけると嬉しいです。近日中にジャズヒップホップの振り付け動画もアップしますので、ぜひそちらの方もね、楽しみに待っていただけると嬉しいです。それでは今日の動画も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。